男子7 3キロ級3位決定戦、シャンドマルスアリーナパリオリンピック、五輪、柔道男子7 3キロ級で、橋本総一、32イコールパーク24、が銅メダルを獲得した。敗者復活戦から3位決定戦に進んだ橋本は、アキルジャコバ、コソボ、と対戦。 電光石火の仕掛けから開始9秒で技ありを取る積極的な戦い。種子から出血したジャコバが治療に入って中断するアクシデントはあったが、最後までリードを守り切った。柔道の日本男子史上最年長となる32歳での初五輪で銅メダルを手にし、たくさんの人が見に来てくれたので、手ぶらで帰るわけにいかなかった。 あとは自分の人生に悔いが残らないように戦った。はじめにポイント取って、そこからきつかったが、しのいでしのいでという感じだったと試合を振り返った。